本日はブレイキングダウンファイターでありライジンファイターでもある西谷大成選手が同じくブレイキングダウンファイターのジョリー選手に対して気になる発言をしていますので、そちらについてまとめていきます。ジョリー選手はかねてから西谷大成選手を標的としており、アンポルキアの弟子の俺が朝倉未来の弟子の西谷大成を倒すなどと公言し、ブレイキングダウンのリングにて宣戦布告を行っておりました。そんな中、ジョリー選手は今年10月シェンロン選手との対戦を控えるも、練習中の怪我により眼下底を骨折し、長期戦線離脱を余儀なくされておりました。そんなジョリー選手不在の中行われたブレイキングダウン10では、喧嘩自慢100人トーナメント覇者である細川一佐選手がプロ対抗戦にて雑賀木左衛門選手に KO 勝利を収める大金星を飾っております。この大会終了後、細川一佐選手は X にて、そろそろ敵討ちをしに行きますか、ブレイキングダウン11ちゃんと開けといてジョリーなどと投稿し、細川一佐選手の師匠でもある萩原雄介選手を下したジョリー選手に対して敵討ちと銘打って宣戦布告を行っております。この細川一佐選手の宣戦布告に対してジョリー選手は X にて、西谷くんごめん、俺先こいつ芝居てからやらして、俺は正直こいつを認めてるし、今俺と細川がやったら世間は間違いなく細川が勝つっていうやろな、だから俺はそんな相手を求めてた、プロを倒した細川を圧倒的に倒す俺、これはそうなる運命として決まってることやからさ、ごめんやけど俺の夢の踏み台になってくれ、細川レベル俺が怪我しててちょうどいいレベルじゃよ、アンポルキアの弟子なめんなよなどと投稿し、かねてから対戦を熱望していた西谷大成選手に対して、細川一佐選手と戦ってから対戦しようと謝罪も込めて投稿しております。このジョリー選手の投稿に対して西谷大成選手はインスタグラムストーリーにて、本業暇ならいつでも相手するけど練習じゃないから他ひぬ覚悟して契約書書いてやろうなどと投稿し、ジョリー選手に対して他ひぬ覚悟を持って契約書を書いて戦おうと並々ならぬ闘志あふれるアンサーを返しております。注目の集まる西谷大成 VS ジョリーは実現するのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。